こんにちは NJF です。木を照らわないマインクラフト実況をやっていきます。今回は向こうに見える山に登山列車を通します。登山列車を通す山は拠点の村の東側にあり、以前麓の洞窟を鍾乳洞にした場所です。拠点からよく見える場所にあり、なかなか個性的な形をしているため、ずっと前から整備したいと思っていました。すでに線路を敷く予定の場所にはスライムブロックを置いています。ビーコンも設置して6種のバフをかけられるようにしています。攻撃力上昇はいらないですけどね。素材もすべて揃っているので、あとは作るだけです。その作成に入る前に、手前の山について少しだけ説明します。境界の裏手のこの山は、建物を建てると、これから整備する山が見えなくなってしまうので、墓地と廃墟にしました。境界の裏ですから、墓地はちょうどいい装飾でしょう。廃墟があるのは、昔は山の上に砦があったけれども、今は平和になって打ち捨てられた、という設定です。見た目を良くするために、何らかの整備をしたいけど、建物は建てたくない、という状況での、苦肉の策です。廃墟は、実際に土台部分だけ作って、それを壊して装飾しました。このやり方なら、簡単に廃墟っぽいものが作れると思います。廃墟を作ることに、需要があるかどうかは分かりませんけどね。では、まず駅の予定地を整地します。登山列車の駅は、大抵小さいので、広い範囲を整地する必要はありません。今見れている、狭い範囲を整地すれば十分でしょう。このシリーズで何度か言っているように、整地のしすぎはおすすめしません。理由は、地形に面白みがなくなるから、と、今まで言ってきましたが、実は他にもあります。一部の人にとって、そして昔の私にとっても耳の痛い話なので、今まで黙っていました。その理由というのは、建築があまり上手くない人が、整地をしすぎるのは、ただの逃避に過ぎない場合があるからです。つまり、建てるものが思いつかないけど、未来の自分に期待して、とりあえず整地しておこうと広い範囲を平らにして、しかし、整地が終わっても建てるものを思いつかない、または、やろうとしたけどうまくいかず、やる気をなくすというパターンが、よくある気がします。整地自体を楽しむならいいのですが、そうでなければ、目的と計画性を持って、身の丈に合った範囲を、整地することをお勧めします。といったことは、個人的な意見なので気にしないでください。ゲームなのだから、逃避でいいんじゃないかとか、やってみないとわからないじゃないか、といった考え方もあります。それぞれの人が好きに楽しめばいいです。作業の方は線路を敷き始めました。石レンガやひび割れた石レンガ、丸石などで土台を作ります。この時、なるべく平行して仮の線路を敷いておきましょう。マインクラフトの線路は曲がってすぐに段差があるとつながりません。そのため、後から線路を敷こうとすると、思った通りにつながらないことがあります。場合によっては大きな修正になるため、なるべく土台を作りながら線路を敷いた方が良いでしょう。そうすれば修正が少なくて済みます。平地なら問題ありませんが、段差が多い場合は要注意です。またパワードレールは曲がらないため、カーブばかりだと加速ができなくなります。なるべく直線のコースも用意しましょう。特に坂が多いとパワードレールが多めでないとトロッコが登りきれないことがあります。陸橋も作ります。陸橋があると鉄道らしくなりますね。といった感じで作業をしていたのですが、いろいろな動物がやってくるのが少し邪魔に感じてきました。岩山に動物がいるのは見た目が不自然ですし、線路に入られるとトロッコが当たって止まってしまいます。そこでエリトラで下に下ろすことにしました。モブにリードをつないだ状態でもエリトラで空を飛べます。一見実用性がありそうですが、早く飛ぶとリードが切れるため
運んでいるモブが落下死する可能性があります。早く飛べないということはロケット花火も使えません。このようにリードが切れてしまいます。どうせ早く飛べないのなら歩くかボートで運べばいいので、実際にはあまり使いどころがないテクニックです。今回は滑空のみで移動できたため珍しく役立ちました。全部処分してもよかったのですが、邪魔だからといってそうするのはあまりにサイコパスっぽいのでやめておきました。少しは動物もいた方が景色はいいですしね。その後滞りなく頂上まで線路を敷いておきました。そして麓には駅を作ります。駅は小規模で簡単なものです。ところでこのような山などの斜面の多い建築では湧き潰しで困ったことがある人は多いのではないでしょうか。斜面では高原を埋め込もうとしてもそのスペースがありません。例えばこの上の段差に高原を入れたい場合、幅1ブロックでは高原を埋め込めません。こういう時は壁を掘って2ブロック下にまず高原を入れ、その上に色ガラス、さらにその上に逆さの階段ブロックを置きます。こうすると高原を入れても遠くからはほぼ見えません。あの辺りが高原です。ほぼわかりませんね。壁際の湧き潰しでは便利なテクニックです。実は別の場所にも仕込んであります。気づかなかったのではないでしょうか。こうすると自然な見た目で湧き潰しできます。では湧き潰しまで済ませた完成した姿をご覧に入れましょう。村から駅までは以前作った道でつながっています。ローカル線の小規模な駅舎といったところですね。中に入ると改札と待合室があります。では実際に登山列車に乗ってみましょう。トロッコは速度が遅く、エリトラなどが手に入ると移動手段としてはだんだん使わなくなりますが、手が離せるので景色を楽しめて上下移動もできるため、ジェットコースターや観光用の施設で利用することをお勧めします。登山列車はおすすめの建築の一つです。到着しました。いい景色です。展望台まで登ってみましょう。こういう場所の道は曲がりくねっていた方が雰囲気が出る気がします。描画距離が足りませんね。伸ばしました。望遠鏡を用意してあるので、それで拠点を見てみましょう。肉屋が露店で働いていますね。こちらでは農民が働いています。拠点が発展してきたらこんな感じで今まで作ったもの、見られる場所を用意するといいんじゃないでしょうか。シェーダーを入れるとこんな感じです。これもまたいいですね。なかなかいいものができたと思います。次回もこの付近の整備を行います。ではご視聴ありがとうございました。